男子ゴルフプレイヤーズチャンピオンシップ佐藤食品2024年6月20日栃木県西那須の CC イコール7036ヤードパー72今季レギュラーツアー初戦の河野祐希36イコール NTT 西日本アセットプランニングが8バーディーボギーなしの64をマークし8アンダーの高スタートを切った ホールアウト時点で暫定首位に立っている。これが怪我の巧妙、なのだろうか。河野はインから出て2つ伸ばして迎えた16番でアクシデントに見舞われる。セルフプレーで電動カートを押していると、スプリンクラーのへこみに右足を取られた。パキッ、直後の17番パー3は五遊で70センチにピタリとつけてバーディー。足を引きずりながらのプレーとなったが、 後半も2番から3連続バーディーを奪うなど波に乗った。そこから流れが良くなって、足首大丈夫かなって思ったんですけど、逆に力が抜けてショットも良くなりました。足が心配すぎて良いスコアなのかわからないくらい。だから、足をくじいたおかげです。8年にプロ転校し、今年で17年目を迎えた36歳。 カブツアーでは参照を上げており、12年には同ツアー賞金王になった。カピバラに似ていることから、あだ名は、カッピー。今季はカブツアーが主戦場で、今大会がレギュラーツアー初戦となった。前週のカブツアーでオデッセイの新パターを投入したことも、高スコアの要因の一つ。この日も1番で3メートルのパーパットを沈め、 6番では10メートルのバーディーパットをねじ込むなどパット数はわずか27。数年ぶりくらいにパットが入ってくれた、とうなずいた。24年シーズンの目標は、カブツアーで19位以内に入ってレギュラーツアーの来季前半戦シードを獲得すること。もちろん、今大会で勝利をつかむことができればベストシナリオになる。 ツアー最高成績は13年長島茂雄正体セガサミーカップの2位だった。すぐ調子に乗るんで、調子に乗らないように、今日みたいに1打1打、自分のできることに集中してスコアを作っていけたら、そう言って気を引き締めた。